印と色はバヌーグ。なぜ北から降りてきた。機械がおとなしくしてる。まるでオーバーライドしたみたい。私を探してる。魂がお前の前に現れるだろう。お前の歌がこだまするように。機械の謎を解こうとしているのか。ああそうだ、研究に己の時間を注いでいる。あまり大きな声では言えないが、平和に感謝しているんだ。機械のことだけではない。バンアーには多くの変化が訪れている。カリウドとシャーマンたちはずっと言い争いだ。何を。過酷な世でどう生きるかについて。カリウドは以前の暮らしに戻りたくないのだ。そして我らシャーマンに説明ができないことが次第に増えていった。多くの者が国から追放され放浪している。ここでは言い争いもない。だから謎も大いに歓迎する。すごく名誉だ。良い狩りを。近づいて機械を見られるなんて。グレイザーの糞。なんだって。凍ったグレイザーの糞。ラベジャーをつけてきた。偉大な氷の狩人を殺した双子峰からここまで追ってきたんだ。大いなる挑戦を受けた。だが着いた途端に怒りが消えた。でもいいことだろ。ティクークは贈り物だと。何もしてないのに贈り物だと。機械は我らに牙を剥くもののはず。おかげでシャーマンのお守りに甘んじてる。温かくしろよ。ごきげんよう。私はティクーク。シャーマン、こんな光景は初めて見た。ここでは青い光がとても強い。自分の目で確かめようとわざわざバンガーの高地から訪れる者もいるほどなんだ。青い光。機械の魂の光だよ。我々の周りにあり、我々と共にある。機械たちが怒り出す前は常にそうだったのだ。大厄災のことは知ってるけど、機械がこんなにおとなしいなんて。ここは何なんだ。我々にも分からん。我らは歌いながら機械の歌を聴くのだ。機械が歌うのか。お互いに。お前はカリウドだろう。聞いたことがないか。彼らの声やその歌、そして叫びやその鳴き声を理解する定めではないが、理解しようと努力をしているのだ。彼らを怒りに駆る歌とは何なのか。背を向けさせる歌とはどんな歌が彼らを諌める。もしや我らの聞こえないところでその歌が流れているのかと。どうすれば機械の世界を癒せるのだろうか。あの大きいのは。私はある嵐の日にここに来た。はじめ私は風の音だと思ったのだ。凍った山の斜面でこだましているのだと。だがそれはあのサンダー・ジョーの歌声だったのだ。体を折り曲げ動かずにいるサンダー・ジョーを見つけ、私はその下に避難した。嵐が去ると歌はそこで終わり、サンダー・ジョーの魂がその体を離れた。あるいは眠っただけでまだそこにいる。
だから動かさずにそのままにしているのだ。最大の敬意を払い守っている。この辺りをもう少し調べても？話し、交渉し、聞く、自由にするといい。何も心配することはない。バヌークの仕業ではないってことか。願いを聞いてくれますよ。ここには何かある。見えなくても、ほら、私のフォーカスなら。あそこ、信号だ。発信源は山の頂上みたいだな。調べてみるか。こうやってバヌークは山を行き来しているのか。近いか。なるほど、シャードで両親迎えるんだな。どうでもいいだろ。なんのら、あいつらを止めてくれ。この先だ。ここについて、イニシエの装置みたいなものを見つけた。絶対間違いない。そいつが機械を操ってるんだ。あいつらピッチクルフに持って帰って競売にかけようってさ。でも装置はもうすでに傷んでたんだ。それも空から落ちた後みたいにな。掘り出そうとしやがったから止めたんだ。あの装置がなければバヌークは全員殺されちまう。私が止める。お前たちは逃げろ。もう十分悪さはしただろう。まあ、そう言われても仕方ない。なんでロープを緩めた、このマルケども。何をした。おい、誰だ。バヌークじゃないだろう。遅かった。こっちによこせ。おい、待てって。これは俺たちが見つけたんだ。首突っ込みやがって。大切なもんなのか。おい、まずいんじゃないか。お前が言い出したんだ。だったらお前が肩をつけろ。はいよ。ガラクタかもしれないが、それでも根は作ってもんさ。それでどんな価値があるってんだ。お前らよりは価値があるものだ。まだ取引するか。もういい。東はろくでもないやつばかりだ。なんてことしたんだ。壊滅的な故障、ずっと前から。それ以来信号を送り続けて消えかかってる。集落に戻らないと。機械に破壊される前に。攻撃が始まってる。再び狩りへ。機械たちが怒っている。近づくな。狩人よ、ウェラックを守れ。命がけで。そう、裏に襲いかかるがいい。怖くない。歌を聴け、機械よ。この鋭い歌を。ただの副産物だった。
間の無駄だな。俺は戦いたいんだ。ノラよ、お前にはこうなることが分かっていたのか。いや、そうじゃない。でも世界が大きく変わってるのは知ってる。これはよそ者のせいだ。あのオセラムたちは。オセラムに考えなどない。世界の均衡を理解することもなかろう。人と機械の均衡などな。今や青い光は消え去った。多くの歌が後に残されたが、感謝の歌というより嘆きの歌だ。どうするんだ、お前も故郷へ帰るのか。動く氷の上の歩き方を教えるときにこう言う。一歩前へ、そうしてまた一歩行けばよい。きっといつか機械の謎を解き明かす日が来るだろう。そうだな、コーンオティクーク。